日ハム、劇的勝利。日本ハム万波中正外野手がプロ初の満塁弾を放った。先発の金村が9回、2アウトから同点に追いつかれた直後の延長10回。2アウト満塁で楽天則本と真っ向勝負。フルカウントから153キロ直球を完璧に捉え、右中間へ飛び込む勝ち越しのグランドスラムとなった。ベースを一周した万波はベンチで金村とハイタッチ。劇的な一打に笑顔が弾けていた。万波選手満塁ホームランありがとう。何より金村投手に勝ちがついたのがほんとよかった。満塁ホームランを打った万波もだけど、その前に粘って飛球を選んだ水谷もよくやってくれた。万波素晴らしい。よくフォークで三振しなかったね。最後は則本ならストレートだろうの読み書きかな。万波のグラスラがプロ初なのは意外だった。大事な場面で打つとは役者ですな。初完封もう少し金村よく投げた。清宮も猛打賞、チームで一番調子いいな。則本からよく打ったよ。素晴らしい満球。満球ももちろんすごいが、則本相手に長打を狙って打てる今の清宮が一番すごい。なんであの軽いスイングで反対方向の一番深いとこまで飛んでくんだ。満塁弾が初とは意外ですね。金村投手の好投が報われて本当に良かった。明日と明後日も勝ってまずは2位目指そう。このような試合をものにできたら強い。万波プロ初のグラスラおめでとう。金村9回投げ切ったのは素晴らしい。則本は完全に日ハムを苦手にしてる。初めて点を取られたり、勝ち寸前のピッチャーゴロを暴投したりしたら、嫌でも意識してしまうのかな。9回の土壇場で息を吹き返しては控えるイーグルスファンに囲まれた中で、よく打てました。お見事です。則本投手からのグランドスラムは痺れたけど、もう少し楽に勝てる展開だっただけに、9回まで投げ切ってくれた金村様様に感謝。満中のグラスラももちろん素晴らしいけど、その前に2アウトに、3塁の場面で7球粘った末のフォアボールで、則本の精神力を疲弊させた水谷くんも褒めてあげて。金村に新人王を取らせようぜ。しかし清宮はいろいろどうした。